うずくまってる女の子が。結構可愛いのに、やっぱ日が目か。カメラに映ってたの、あの子だぜ。いや、この子だね。近づいて様子を見てみよう。先輩、近づいてね。怪しいな。なんだ、教科書？これは彼女の名前だ。幸田真美か。どこだ。で、とりあえず後ろ。なんだ、叩かれたでしょ。休み時間中は寝たふりかも。なんまりないよ。あの状況じゃ誰にも心を開けない。そうよ。殴られたりしてない？大丈夫かな。うなじ、うなじが、これはいい。うなじ、さっきの隠し撮りじゃどんな顔かわからなかったけど、起こすわけにもいかない。あ、はあ、見られた。もう目に光が宿ってないよ、マミちゃん。目に光が宿ってない。あ、怪しいな。待って。なんだ。エロ女。おい、アンリーのことやんけ、これ。エロ女って、ちょっとアンリーのことやんけ。手の甲にマジックで落書きされてるエロ女、ひどい悪いようだな。まあでも手に落書きされてるもんな。なんか理由があったのかな。今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。エロ女ってことは何？なんかよく同人誌とかで見る、トイレでちょっとそういうことしてバレちゃったとか。あ、ダメダメ、そういうことしちゃダメ。ワンリーの脳でそうやってすぐ学園物ですぐそういうの同人誌変換してるから、ダメ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 、あ、危ない危ない。ちょっと脳内クリーンにしとかなきゃ。うん、正面でもすっか。ちー、まあここは大丈夫そう。入れないね。トイレはきれいにしてる。で、こっちと。まあ、とりあえず理事長室向かいますか。理事長びっくりするんだろうな。で、エレベーターに3階へと。で、どこだ？理事長室。あ、こっちか。こっちね。よいしょ。こっちか。やんな、映像見たら絶対ね。絶対びっくりするわ、理事長。いじめないと思ってたんだもんね。まあでも心の中ではちょっと疑わしいって気持ちはあったけど、それが確実に黒になってしまった。はあ。どうぞ、お入りください。あ、みんないる。お。あれ、あ、さっきの。いやあ、これは沢先生。沢先生でしたよね。先ほどはどうも。すごいね、カイトさん、美人の名前は。皆さん、探偵さんですか。覚えて。八神さんとカイトさんです。こちらのお二人のことをどうか内密にお願いします。そうですか。わかりました。なんだ、なんかふてぶてしくない？ドゥンドゥン、沢陽子、なんかふてぶてしい。担任の沢先生にはすべて事情を説明しました。むしろ先生知らなかった。どうぞおかけください。あんなにさ、手の甲に書かれてたりするしさ、先生気づかない普通。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。あ、やっぱ気づいてたんだね。いじめられてるのは幸田真美さん、間違いないですか？ええ、バスケ部。彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。なんだろうね。先生もうすうすは気づいてたんですか？幸田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうか、連中を停学だか退学にでもすりゃいい。
この映像が動かぬ証拠だ。そうね。いえ、それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに。そうだよね、学生取り、学生取りしてた、それこそ問題になっちゃうもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。いやでもさ、そちらの相談は慎重に考慮しなくては。だからと言ってもよ、理事長はこのいじめをなかったことにしたんですか。話が違えぞ理事長。ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたから。おい、手のひら返しか。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。こんなとこ見てさ。そんなことは言ってませんよ。見て見ぬふりできないよ。ならすぐに手を打たないと。高田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。熱心な先生みたいだな。少し感情的になりすぎているようだけど、でもそれだけね、高田さんのこと気にかけてたってことよね。男子にはさ、やられてさ、多分おそらくバスケ部のさ、ちょっとギャルっぽい子にさ、あえて手でかかれてさ。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。しないよ。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのはそこが難しいところよね。自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。人によってはね、家族にも友達や知り合いにも。自分がいじめに遭ってるってことはね。だからいじめを受けている子が助けを求めるときにはそれはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からそっか、いじめを受けてるねと声をかけているのでしょうか。女の子側の気持ちに立つね。いや、理事長の言い分もわかる。余計に悪化するかもしれないからね。かえって高田さんを傷つけるかもしれない、うん、なんだよ、らしくねえな。多忙、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。ああ、すみません、あなたは探偵ということでしたよね。そうですが。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか。おっと、こっから先は慎重に言葉を選ばないと。何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ、もちろん。おう、いいゲーミング PC だな。おう、あー、俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです？私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ？この映像の中にいるいじめを止められる存在、それが何かといえば、いじめを傍観する生徒たち、いじめ被害者の高田さん、いじめを撮影する隠しカメラ。うわ、これ難しいな。このさ、生徒たちってさ、確かに止められる存在ではあるけど、でもそれをしたことによって次はね、ターゲットが自分に向くんじゃないかって思ってさ、思ってる子がほとんどだと思うのよね。自分がその手を貸すことによって次は自分がターゲットにされるんじゃないかって。だから手を貸さない生徒、未だにね、こうやってさ怒り続けてるっていうことは、そう思ってる生徒が多いってことじゃない。だからこれはね、ちょっとないと思うわ。絵でもわかるけどさ、こうやって みんな見てみて振りじゃん。見て見て振るってことはもう自分に矛先を向けてほしくないってことでさ、助けたい気持ちあるけど矛先を自分に向けてほしくないっていう気持ちもあってさ、すごいもう複雑な気持ちなんだろうね。だからこんな中だったらもうカメラじゃないって思ったけど、でもカメラもさ、編集すればさ、どうにでもなるからな。どっちだろうな。周り的にはカメラかなって思ったけど、
みんなでいじめを止めるっていうのもありかと思うけどさ、カメラか。ちょっとカメラ選んでみるわ。この可能性はちょっとね、 30% ぐらい、 30% で残りのパーセンテージはこっちかなと思うけど、ちょっとこっち選んでみるわ。あの教室に仕込んだ隠しカメラ、その映像をネットで拡散させたら、ネットでか、大きな反響があるはずです。あー、これじゃないか。そんなことをしたら大事になります。高田さん本人がそれを望むとは思いませんし。そっか、じゃあやっぱ生徒、私は謝罪会見することになりますかね。そっか、なるべく大ごとにしたくないからか。探偵まで雇った挙句、結果はこれ以上ないほど最悪というわけですか。これこれだ。いや、どうなんだろう。依頼人的には NG っぽいぜ。そうみたいな、ね、ってことは何、傍観賞。ちょっと考える時間もらおうかな。いじめを止められる存在、したらこれ、これか。いじめを傍観してる生徒たち、ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ。そうそうね、うん、あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う、ね、でも結局向き合わないといけないよ。それこそ高田さんを傷つけかねない。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。そう、ね、傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。気分悪すぎるわな。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いやそれができたらね、気づかせることができます。それができたらよ、クラスの中で自分たちこそが和を乱す裏切り者。なるほど、タイトルにもあったね。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。お、その時この話もあったね、自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。群れの話。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい。あの教室の傍観者たちに声を出させてやるもん。声よ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。まあ、誰かの声がね、必要ってことよね。つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないか。何？それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくか分からない。でもやってみる価値はあると。いいでしょ、わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。こうやって味方が一人いるだけでも高田さんは違うと思うんだよね。こうやって思ってくれる先生なかなかいないよ。今うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時沢先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。だからか。何が原因だったにせよ身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。いい先生じゃない。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ八神さん。放課後いかがです？問題ないですかな、八神氏。ああ、
生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとうな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう？誰もいない？2年2組ですね。確認してみます。ん？おかしいですな。何？どうした？教室のではないんですが、1台隠しカメラにトラブルのようです。バレた？教室棟の2階階段。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。わかった。どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくる。確かにカメラが壊れてたらさ、なんかね、レンズがあれ出たりするけど、なんか黒い布で覆いかぶさってる感じしたね。こっちか。いやー、でもなかなかいじめられてる側も言い出せないものよね。アリーも学生の頃さ、いじめられてたけどさ、まあ学生のいつだったかな、小学校とかさ、もともと歯並びが悪くてさ、いじめられてた記憶あるけど、まあその時はな、言い返しちゃったりしたけどな、言い返しちゃったりとか、自分でなんかノートにさ、そう、このいじめられてる思いをめちゃくちゃ書いたりしてたけど、いじめられた時の心境、あぶらぶら心境書いて、絶対可愛くなってやるみたいなね。どうですか、矢上氏、なんか貼ってある？どうかな。ん？ん？これなんだ？何？なんです？レンズにシールが。コロニア。矢上氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。うわ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。バレとるやん。隠しカメラを見つけた場合、だからこんなところにさ。それを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんです。結構頭が切れるね、この子。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すために頭切れてるね。戻ってくるというわけです。分かったから、天様、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。マジかよ、ここで捕まったらただの盗撮犯じゃねえか。先生、ほら早く捕まえましょう。いるいる、こういうタイプ教師。こら、出た、ここか。クソ、なんでこんなことに。とりあえずあそこに行けってことかね。ここかよ。おい、すぐパルクールやってるよ。おい、今回さ、このパルクール仕様さ、無事ですか、矢上氏？これはちょっとまずい状況なのでは。いや、まずすぎでしょ。分かってるって。まずすぎよね。待って、どうやっていく？パイプ、鉄骨伝体、うわ。なるほどね。ってこと、待って。よいしょ、ナイス。で、よいしょ。はいはい。あれ、タバコ吸ってる。ここでタバコ吸ってんだけど。バレてるよ、ちょっと。カラス？やべ。この上じゃ人目につくな。矢上氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。いや、窓が大きいさ、学校だからさ、バレちゃう。めちゃくちゃバレてない。大丈夫かな。まあ、とりあえずはしご登って。大丈夫かな。他に目はないね。目はないみたいだね。で、鳩がいるから、ちょっととりあえずアイテムもあるみたいだから。山見氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。うそ、これから応援の警備員が駆けつけてきます。うわ、そっか、とりあえず了解。いや、とりあえずとは言ってもちょとは言ってもよ、とは言っても。あ、ドロー、屋上へ着いたようですな。さっ
きからどこで見てるんだ。あそこあそこドローンですよ八神氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。この上、その屋根の上からドローンを目印に標高に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に。いやそうよ、最近パルクール取得したばっかなんだから。幅跳びジャンプおい、そんなに。ちょっとこれ失敗じゃない。おしょ、大丈夫か。おしょ、山口氏、もう何人か警備員がついたようです。脱出できそうですか。なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。この状況でスピーカーよ。警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。いやこっちの方が問題だね、いじめより。大丈夫、要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてる。大丈夫かな。だろ。そんな風に言われると弱いですね。了解です、八神氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。行きますか。よし、行くか。向かう。めちゃくちゃ警備いるやん。先ほども申した通り、八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。わかった、頼んだぜつくも。したらまずはここに、お、サーチまだ見る。おいっぱいいるね警備。お、いた。よし、こっち側は抜けられそうだ。なるほどね。ってことでささささ、ささささささ3階だから下に降りてって、シュ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 ダッシュっているね。くそ、2年2組はすぐそこなの。コイントスかな。仕方ありません。あ、別のルートか。別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。別のルートか。遠回りじゃない、もしかして。矢上氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか。屋上向かってさ、外に。そうだな、外の窓からってことか。警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が欲しい。だね。屋上へ行ってみるか。ほう、ってことは屋上へ行ってさ、いるでいるで。なんだよ、ここも当選簿か。警備員の数が。申し訳ありません、どうやらそこは死角だったようです。数がやばいな。参ったな。八神氏、やっぱ外から行くしかないか。ん？一人だけだけど。一人ですか。であればそこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか。あれ？八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか。あ、これ一体何に使うんだ。防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。逆にさ、言葉大きくなっちゃいそうだけど。中に何が入ってるんだ。盗撮魔の。ただの故障です。おいおい、故障かい。そんなんで本当に大丈夫か。まあまあ、物は試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。まあ、とりあえずやってみる。カバー中、敵に焦点合わせて R2 でスモークボールを投げることができます。スモークボールが命中すると一定時間敵に気づかれなくなりますと。なるほど、警備員とかは締め落とすことができないってことか。オッケーオッケー、そういうことか。ボールを投げる。おい、おるよっと。急げ急げ急げ。あぶり、すごいな。あぶりっす。効果はバッチリだ。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。現地調達。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。ってことは自分でこのさ、カラーボール作ることもできるのね。うえー、ちょっと見つからないこれ、大丈夫？
おいおい、屋上にもこんなに人がいるのかよ。隠れる場所も少ないし、警備員に見つかったら逃げられそうにないな。ちょっととりあえず、移動。ちょっと大丈夫、ちょっとこれ、待て待て、怖いんだけど、この先行けないんだが、とりあえず、はぁ、警備員、待て待て、これ、ね、どうするの。え、上か、待って、橋を登るとか。あ、登れない、迂回、うわめっちゃいる、後ろ向いてる、隙に、あ、どう、おいおいしょで、歩いてって前向いてるよ、急げ急げ急げ、はぁ、あぶな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 、で、後ろを向いた瞬間に急いでおいね、待って、ルート、おし、後ろ向いた瞬間に行こう、今だ、あーだ、あーだ、あぶな、絶対今さ、バレてるでしょ、あぶな、このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。戻ってきちゃった。今現場がどうなってるかわかるか。調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。野獣馬もいないか。お、ならいけそうか。警備が一人配置されていますが、矢上氏ならやり過ごせるでしょう。ここ、ああ、一人くらいなら楽勝だ。カラーボールさ、調合できんのかな。カラーボール今は調合できないみたいね。オッケー、したらちょ警備が何人かいるっぽいね。いたね。で、コインを投げて、はい、なんだろう、おびれーしゅ、おしょおしょ、いいぞいいぞ。で、こっちだ、おー、待って、おー、下、おー、まだちょっと距離があるね。ここ待ってて、でもこっちに警備員が戻ってきたらコインを投げよう。変な緊張感があるな、これ。ほい、なんだろう、あぶね、あぶね、おっと、なんだ、やるな、うせ、うそ、やばい、ここでさ、ここでせっかち感が出てしまった。もう一回リトライするか。あ、こっから始まんのか。はいはいはい、こっからね、見つからないようにしなきゃ。なるほどね。あのコイン投げをした時に、まあ、なるべくさ、しゃがんだ時に行ったりする方がいいかもしれないね。しゃがむ前に通っちゃうと見つかる可能性の方が高いのかもしれない。まあ、ここはサクサク行きますか。さささささ。で、ここでさっき失敗したんだよね。で、あっちにコインを投げたいんだけど、投げた、コイン。なんだろう。で、後ろを向いた瞬間に、行きたいんだけど、おっと。え？うそ！ちょっと待って、むずくない？後ろを向いた瞬間じゃないの？コインを投げるタイミングがさ、違うってこと？ちょっと、投げれるタイミングになったら投げて、で、ダッシュじゃなくて前屈姿勢でいこう。しゃがんだ姿勢でね。で、来た瞬間に投げてと。はい。なんだろう。で、待って、前向いてる、前向いてる。ちょっとしゃがんだ瞬間に、あ、危ない。
こうこう。おっと。うじょじょじょ。いや絶対バレてんだよな。絶対。でこうじょじょ。でここまで来ておしおし来たとダッシュがダメだったんだね。おしおしダッシュで行くとダメってことを学んだぜ。ああいう時はゆっくり行くのが肝なのね。お2年2組に着いた。生徒は誰もいない。本当に誰もいない。大丈夫後からさ松井現れそうじゃない。松井お前のおかげだよつくも。ここまで何度もないといいけど。これから例のスピーカーを仕掛ける。バレにくそうなところに仕掛けてね。ターボさてと高田さんの机はどこだっけ。ここだね。ここに仕掛けると調べる。この辺りだったな彼女の席は。よしそれじゃ周りに仕込むスピーカーは音がこっちを向くようにと。いやそこバレるんじゃない。絶対バレるよ。机のさ教科書とか入れる中とかの方がいい気がするんだけど。だってここ足が当たったら絶対バレるやん。つくもそっちからスピーカーに声くる。教科書入れるさ。あーテステス机の中の方がいいと思うよ。こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あーテステス。いやこれ絶対ちょっとフラグじゃない。さすがつくものスピーカー。ちょっとすぐそこにターボ大丈夫。これで仕込みは OK なのですか。ああ大丈夫かな。あ、ほらね絶対来ると思った。ストップ絡んでくんなよ。めんどくせえな。ヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。おめえのせいだわ。けどなんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時もさ。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。絶対さ松井来ると思ったんだよな。大丈夫ですか矢神氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫。フラグを立ってしもたやん。フラグを。お何。うわやべえやつ出てきた。何うちの学校に入り込んでん。ラグビー部出てきたんだけど。誰なんだよ。ラグビー部出てきたぞ。おい何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。ブルボ探してたらバレてしまった。女子の体操服でも盗みに来た。すずめちゃんちょっとつい出来心で。なんだと出来心で。じゃあこいつ好きなだけボコってもOK。 JK のブルボが欲しすぎて。だね。紺色のブルボを探してたんです。捕まえたヒーローになれるよ。やった。俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お前本当本当学生か。何やね本当学生なんか。こいつ結構やるからみんなで一斉に行った方がいいよ。まさかさ学生と戦うことになるとか。おいでじゃあナイス。マジか。おりゃーやべ離すなよ。おぶろナイス。どうだこれなる足さばき。あらくれ高校生なんてねじ伏せるぜ。おね、いつの間にそんなガリを手に入れたの。まだまだだね。気合の入った変態じゃねえ。まあそれほどでも褒め言葉やで。それそれ褒め言葉やで。アンリーに対しては。矢神氏ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっとハレンチなものになります。冗談じゃねえ。まあそれはそれでさ、やるしかねえか。まあそれはそれでもなんてなんていうの、まああの変態ってか変態は否めないからな。ゲームできなかったりするからさ、何とも言えないよ。何とも言えなかったりするから。ちょっと待って、ちょっとやべ。じゃまずこいつは、ちょっとこいつは後にして、先にザコをやってきますか。はいよ。ちょっと待って、避けたいじゃん。はい。よいしょ。でこれはちょっとまださ流しのさ流しだっけ流れか流れのさスタイルをさまだねちょっ
なんでなくてさ、おしょ、おい、おしょ、はいはい。で、ここはブーストを一応かけとって、危ない、ブーストかけた状態で、おい、おい、おい、おしょ、もうこの技、あ、待って待って、今、出た、サークル出たけど、やりたい、あー、こうやった、ナイスー、おしょ、おしょ、はい。で、サッカーしろ待って待って、危ない、サッカーしろからやりたいけど、ちょっと早くか、こいつやれそうだから、よいしょ、こいつやってって、で、なんだろ、やっとか、サッカーしろ、よいしょ、サッカーしろやっとく、よいしょ、ちょちょちょ、まださ、そのさ、な、相手の技を流すのがさ、うまくできてなくてさ、ちょ、この技もさ、結構強いってさ、言われてるからさ、ちゃんと技も回避できるようにしたんだよね。なるほど、このモードだはできるだけさ、ブーストをかけてさ、お、強敵の必殺技モータルアタック、モータルアタック、ストーリーやエンカウントバトルで出会うボス格の敵はモータルアタックと呼ばれる全身に強い陶器をまとった必殺技を繰り出します。これもさ、ジョッジアイツと一緒だね。できるだけこういう技は当たらない、あ、当たらない方がいいね。あしゃーん、あ、ロボロボ、おい、ナイスー。で、こうやって避けていくと、ちょ、で、これも、で、避けていくと、で、こっちもブーストが溜まるから、おしょ、おい、おしょ、おい、で、流して、おい、で、最後も、おしょ、あ、よいよい、最後も、ちょっと決めたいの、おしょ、おしょ、おい、ナイス。いや、まだ流れが極められてないからな、ちょっと慣れたいな、かっこよく。まあまあ、とりあえず荒くれ、荒くれものを分からせたったわ。少し大人げなかったかもな。いや、でもこういうガキにはな、ね、体で分からせないといけないよ。矢上氏はそのまま一人で脱出を、僕たちも順次校内から離脱します。みんなでバラバラにってことね。ちゃいましょう。うん、分かった。なるべくここから離れた方がいいからね。横浜つくもかに戻ろう。カイトさんたちもそこにいるはずだ。ってことは、とりあえず学校服装、服に普通に着替えとるやん。普通にさ、着替えちゃってバラバラ で出て大丈夫。ってことはもうこれ学校入れないのかな。今はね、ここが学校、ここにあるってことね。おしおし。ってことは体力も減ってる状態だから、なんか食べて帰るか。食べて帰って、ちょっとこれ、うーん、スケボー今乗れない状態だから、なんか食べて帰ろうっと。で、ちょっとここにスケボーに乗ると、あじゃーん、スケボーに、危ない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 、スケボーに乗りながら美味しい飯屋を探す。あ、なんかいいとこあるよ。なんかある、なんか飯屋出て、飯屋がありそうな予感。カッポ料理屋？こんなかか？あれ？ちょっと待って、どこにある？ここら辺に飯屋が、なんか高そうな店だな。カツミ、ちょっと入ってみるか。金、金足りるかな。うわ、おしゃれなとこに来てしまった。お、いらっしゃいませ。高っ、高ない。まあ、和菓子しか食べれないけど。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございました。和菓子で1000円って結構高ない？高いよね。ってことで、ちょっと帰るか。スケボー乗って帰りますか。あら、よっと。スケボー手に入れたからさ、わざわざさ、タクシーで帰んなくてもさ、いい気がするんだよね。ねえ、よいしょー。で、場所は、待って、結構遠いな。サクサク帰りますか。ぶつかる、ぶつかる、ぶつかる。あー、ぶつかる。危ない、危ない。危ない、危ない。普通に車にぶつかってじゃん。で、ここは普通に歩いていくと。なんかね、リスナーさんのコメントで、このマップに表示出てる？吐き出しかな？吐き出しはきちんと見といた方がいいよってね、ことを聞いたからね。一応、見かけた際はちゃんと見ていこうかなと思って。で、よいしょ、事務所にも、ついていくと。ふぅ、とりあえず着いたぜ、事務所に。消えるか。入る。